これ吹き抜けですね。ユニットだ。で、3階への階段、カウンターが置いてあります。3階のバルコニはい、では行きましょう。本日もゆったりした玄関からスタートしますけれども、入った瞬間にですね、このような、シューズボックスですね、はい、縦にだいぶ長いですからね、これかなり荷物入るんじゃないでしょうか。ちょっと開けてみましょうか。ほら、これ上から下までズドンとね、はい、あります。高さを変えていただける棚がついてますので、まあ、ブーツとかね、大きめの靴も、十分収納していただくことができます。まず一部屋目、はい、こちら大きなお部屋でございますけれども、まあ、こちら寝室を想定している7畳のお部屋となっております。壁には、ね、アクセントクロスですね、貼ってありますので、なかなかスタイリッシュに仕上がってるんじゃないでしょうか。収納もですね、2つございます。ちょっと開けてみたいと思います。はい、収納開けますとこんな感じですね。かなり奥にも深いですので、ハンガーパイプでですね、お洋服をかけていただけるんじゃないかと思います。そして窓も非常にいい光が入ってきておりますので、朝起きてね、めちゃくちゃいい光が入ってきて気持ちいいかなと思います。1階にですね、こちらおトイレでございます。階段の下になっておりますので、ちょっと階段が出てきておりますけれども、窓もありますし、リナックスさんのシャワートイレが設置されております。手洗い一体式ですので、そちらで、手を洗っていただくということもできます。タオル掛けもございますので、こちらにタオルを、掛けていただければと思います。そして1階のもう一部屋ですね、6畳のお部屋がございます。収納もね、1つ2つございます。ちょっと開けてみましょうか。はい、こんなタイプとなっております。それでは2階の方行きましょう。2階が LDK となっております。はい、LDK めちゃくちゃ明るいんですけど、まあ、窓も大きいのもそうですけども、これ吹き抜けですね。いや、でかい。そしてなんか回ってますね。はい、ファンが回っておりますけど、めちゃくちゃ大きな吹き抜けがついております。はい、3階とこうね、声を掛け合えるぐらいの空間のつながりっていうのを感じます。そして、まあ、和室っていうんでしょうかね、まあ、ちょっと小上がりになった、まあ、畳コーナーが設置されているというようなタイプでございます。ちょっとバルコニー開けてみましょうか。ちょっと外が工事中なのでちょっと音が聞こえますけども、バルコニーがまた広い。奥行きもかなりありますし、かなりワイド、まあ、これだけあればね、洗濯物十分干していただけるというようなタイプですね。ちなみにこちらも吹き抜けですね、そちらにライティングレールっていうのがついてますので、こちらにスポットライトとかそういったものをつけていただくこともできます。いやー、こうモデル家具が置いてありますけども、まだまだ大きなものね、置いていただけるのも、余裕があるんじゃないかと思います。収納棚ですね、はい、こちらパントリーですね。はい、キッチンがこういったタイプのカウンターキッチンとなっております。はい、もちろん食洗機もございますし、これ浄水器一体型のですね、シャワーヘッドがついております。コンロは、ガスの三つ口コンロですね。カップボードを置いていただいて、この右奥に、冷蔵庫を置いていただくようなタイプでございます。1階にもございましたけども、2階にもございます。この家はだから2個ですね、おトイレがある。上にはこういった棚がついておりますので、トイレットペーパーとかそういったものをこちらに収納していただくことができます。そしておトイレは、イナックスさんのシャワートイレが設置されております。キッチンの裏にすぐこういった水回りがあるのは非常に便利なんじゃないかと思います。洗面化粧台ですね。そしてその洗面化粧台の左手に洗濯機置き場がございます。窓が大きいということがございます。めちゃくちゃ明るいんですこれ。方角関係なくですね、まあ、このぐらい大きな窓がついていると非常に、こういった空間が明るくなるという、これが照明かなと思います。ユニットバスが設置されてますよというタイプです。なんかここの辺の空間が非常に明るくて気持ちいいですね。そちらの洗面の、さっきあった窓を開けてですね、こちらの、リビングの窓を開けていただくと、多分思いっきり風が、抜けるので、すごい気持ちいい空間なんじゃないかと思います。
で3階への階段部分ですね、まあ、2段上がったところが、まあ、この畳コーナーと、まあ、フラットになっているという感じですね、まあ、ちょっと腰掛けたりですね、ちょっとゴロッと寝たり、なかなか面白い空間なんじゃないかと思います。それでは3階の方に行きましょう。はい、3階に上ってきますと、まず一部屋目が、なるほど、これスライドドアで仕切れる空間ですね。今ちょっとこう開けっぱなしでね、こういった一体で使うというタイプの、仕切り方でちょっと撮影をしております。吹き抜けの上ですね、ここから覗き込むと、リビングが見えるというような感じですね。そしてこちらにカウンターが置いてあります。在宅ワークとかですね、こちらでしていただくことができます。まあ、ここはここでですね、こうダウンライトがございますので、こちらのお部屋を閉めてもですね、上の明かりは取れるというようなタイプでございます。一体的にね、ご家族皆さんの共有スペースとしてご利用いただくのもいいんじゃないかと思います。3階のバルコニーがまた広い。2階も広かったんですけど、3階もまたこれまた広い。そして水が出るんですね。はい、こちらからですね、水を出していただくことができますので、バルコニーのお掃除ですとか、まあ、小さいお子さんのね、プールですね、そういった楽しみ方もしていただけるんじゃないかと思います。こちらですね、はい、開けていただく、ここも結構奥深いな。そしてこちらが最後のお部屋となっておりますけれども、こちらご覧いただいた通り窓が大きい、非常に明かりが入ってくる 6.1 畳のお部屋となっております。こちらはですね、はい、まあ、バルコニーではないんですね。これはあのエアコンの室外機をですね、置いていただくスペースとなっております。3階建ての場合、室外機を1階まで下ろさないといけないっていうケースも結構多いんですけども、まあ、その場合ですね、比較的、高額な追加工事費用を取られるというところがございますので、まあ、3階建て購入される方はですね、こういった室外機置き場もですね、チェックしていただくといいんじゃないかと思います。まあ、収納はこういったタイプとなっております。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。大きな吹き抜け、そして大きな窓が印象的な物件でした。日当たり、そして風通しにこだわる方にはなかなか魅力的な物件なんじゃないでしょうか。このチャンネルではわざわざ物件を見に行かなくても建物の雰囲気がわかるような動画を公開しています。皆様も参考になれば嬉しいですし、チャンネル登録や高評価をいただけるとなお嬉しいです。それではまたお会いしましょう。